はいどうもパグさんです。今日もですね、自前で漁師もやって寿司屋を経営していくゲームデイブズダイバーやっていこうと思います。前回はですね、この詐欺師投資家かな、投資家のコブラさんにですね、いいように命令されまして、寿司屋専属の奴隷漁師になったわけですねで、そのコブラさんに寿司屋で働かされるこちらもですね、職人の番長さんです。彼もきっとコブラさんに言いくるめられたのでしょう君は水中に潜って食材さえ仕入れてくれりゃいいんだ、こんな風にね言われる始末です主人公のデーブ君に加えてね、職人の番長さん、この詐欺師のコブラさん、この3人でね物語が進んでいきそうです。そしていよいよですね、寿司屋を開店しようという時にですね、地震が来ちゃってですね、寿司屋の内装がボロボロになってしまいましたでももうね、お金がねないんですよ。無理やり回転してね、お客さんからお金をもらっていかないと修理費すら永遠ないという状況でございます。その回転の条件なんですけれども、7匹魚があれば営業できるということですね。それではね、今日は、潜って魚をガンガン捕まえていくという回になっております。綺麗な海でね、ダイビングしながら、水中銃を持ってですね、魚を捕る、そんなね、生活をね、3日ぐらいしてみたいです。それじゃあ行ってみよう。プロ意識がもうすごい方なんですね、番長さんってそういう印象だったらしいです。結構怖めだったよね。自分のことは語らないが、寿司のことなら夜通し語れ、そんな男さ、ガハハハ。しかしあの事件以来、久々に情熱的な彼の姿が見られて何よりだな。あの事件ですか、なんだろう、あの事件だって。しまっ、口が滑っちゃう。何何、なんかいろいろ隠し事してんな、よくないよね。多分デーブはね、顔的に一切隠し事をしてないと思うよとにかく食材がもっと必要なんだ。魚はあと7匹取ってきてくれ。ごまかされました。寿司のネタを用意しよう。はい、所持金マイナスなんだけど壊れた、お店の修理。100ゴールドを稼いでみよう。魚を取ろう。オッケー。じゃあ高そうな魚をね、まずは先立つものがないと。あれだからね。おー、なんか、ダイバーボックスっていうのがあって。アイテムなんだね。スピアガンがあって、近接武器はまあダイビングナイフだよと。なんかいろいろあるね。ゴフとか。銃器。なんか、すごい、戦争でもするのかな銃器怖いね。あとは保管箱があるのか。なるほどね。ここに魚が並んでいくのかな。よし、じゃあダイブしていきましょうか。いきます。ちょっと違う魚も取っていこうぜ。何4ハゲしか取ってないからさ。このピンクの魚なんだろう、気になってんだよね。当たってね。当たった。なんだ、金魚花台金魚なの聞いたこと、待って、あそこにタツノオトシゴじゃないですかこれ。よっ、どう、違うの取れた黄色ハギ。え、これはん、タツノオトシゴは取れない。タツノオトシゴ取れないですね。タツノオトシゴ、皆さんこれ英語でなんて言うか知ってますか？シーホスって言うんですよ。めっちゃわかりやすくない？あ、エビがいる。エビ高いでしょ。シーホスっていうのはですね、海の馬だからね。タツノオトシゴってほら、馬みたいな形の顔してるよね。エビどうやって取んのこれ。ん？ナイフかな？ん？あれ？取れない。え、取れない？エビ。なんか当たんねえ。あ、ウニがいる、ウニ。いて、あ、チクッとした。なんで刺さってんだよ。紫ウニがいますよ。ウニは高いでしょ。え、今のグローブでウニを掴むのはよそ。くそ！ウニ取れねえ。なんだよ、高いからかよ。借金生活中なのに。やばい、酸素がまた半分になってきちゃう。これは、あ、さっき取ったね、黄色ハギ。ちょっとこっち行ってみようか。これなんだ。これニモじゃない、クマノミ。ほら、隠れクマノミじゃない、クマノミでした。
あそこになんか海藻？なんだあれ、ワカメじゃない？なんか取れそうじゃないこれ。あ、取れる。おい、なんだこれ、ワカメか。カジメ。ちょっと待って、でかいでかい。でかいやつがいる。ドン！おお、待て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 。待て待て待て。ドン！なんだこれ、なんか出た。ん？ドン！連打？あ、連打か。取れたー！カモンガラ。でかいの取れたよ。いいね、なんか思ったより、いっぱいいろんな種類の魚がいて、かなり楽しいです。何これ、O2 って書いてあるのかな？酸素？もしかして酸素ボンベ、海の中に落ちてる？これどうやって取んの？わかんない。あ、空気もうないのにな、取りたいな。え、ウツボがいる、ウツボ。これ。こう、怖い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 。え、どうやって取んのこれ。ナイフ？ほい。ん？あ、長押しか。できた。できました。ほら、O2 のね、酸素ゲージがね、いっぱいになりましたね。ちょっと深く潜ってみますか。ここ下行ったら、あ、なにこれ？宝箱じゃない？お、なんだこれ？ん？水中スクーターなんだと？いやいやいや。海の中にさ、水中スクーター落ちてんだけど。角材。ちょっとなんだろうこれ。普通の木も落ちてるんですね。おお、これね。はい。水中スクーターでかなり速く泳ぐことができます。やばいやばいやばい。これ どうすればいいの。いや、空気また足りなくなってきたね。え、ちょっと魚でも取りながらさ、戻りますか。やばいよね、あと20しかない。当たんないし。おし、当たった。いいね、金魚花台ゲットしました。17、16、やばいね。戻ります。やばい、出来しそうだった。結構すぐ酸素なくなっちゃうな。ダイブログ。ダイブナンバー1。なんかいろいろ書いてあるね。全部ベストだ。そりゃそうだよな。1回目だもん。ビッグキャストフィッシュ、赤モンガラ50センチ結構でかいよ。はい、こんだけ取りました。合わせて7匹取れてるこれ。あ、魚を取る、まだ6だ。あ、気持ちいいね。なんかやっぱ綺麗な海に潜るのっていうのはさ、でまあ綺麗な魚を取って美味しくいただくということでね。いや、もうなんかね、すでに楽しいわ。もっとね、深く行ったらさ、もっといろんな魚取れるのかな。でっけえやつとか。